たい愚数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。もうすぐ節分ですが、今年はいつもの2月3日ではなくて1日早く2月2日になるということで話題となっています。節分ってこう2月3日に固定されているわけではなくて、今年のように1日早くなることもあれば、1日遅くなることもあるんだそうです。どっちにしても大変珍しいことで、2月2日1日早くなるのは124年ぶりということなんですよね。これは地球が太陽を回る周期と暦のズレによるものだそうです。鬼は外、福は内、そしてコロナも早くやっつけて、そう願って豆まきをしたいと思います。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さん、沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんのお二人と、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんの提談をお届けいたします。下地さんは宮古島市のご出身、沖縄県庁文化観光スポーツ部観光政策統括官、琉球大学教授を経て2019年から現職です。稲垣さんは東京都のご出身、28年前に沖縄に移住し、 KBC 学園理事、校長などを歴任し、2020年から現職です。今回は3人のお話の後編、沖縄のこれからの姿を展望します。なお、このインタビューは昨年12月26日に収録したものです。それではどうぞ。これからの数十年、どんな内外環境、沖縄を取り巻く環境というのはこういうことが起きるはずだという、ここ大事なポイントだと思っていると。稲垣さんの方からも、政治的に言えば、中国がアジアにおいて台頭し、いよいよ台頭してくると、いうことになりますよね。で、日本と中国、あるいは韓国もそうですけども、なかなかうまくいかない、時間が長引いてますけども、東京ではできないこと、北京ではできないことが沖縄ではできるってことがいろいろあると思うんですよ。例えば台湾とのお付き合いにしてもね、東京では中国の、中国、一つの中国の政策があるから、政治的にはもちろん国交もないし、できないことが沖縄ではもう非常に仲良くやってるじゃないですか。だからそういう沖縄の場の力っていうのをね、利点っていうのがいよいよ大事になってくるなというふうに思います。ローカルガバメントとしてやれることがあるはずだ。はいはいはい。じゃあ、下地さん、日本人というか、こう沖縄の人の感覚だけでこう中国を見ても、アメリカを見ても、東南アジアを見ても、なかなかこう納得できないような状況が今続いているので、やっぱりそこは外の視点と内の視点をしっかりこう組み合わせることが必要なんだろうなと、言いっぱなしではなく、そのためには今日最初から話があるように、こういったコロナ禍でその人に会わない時代ですけども、人が会うことの意義ということが改めて大事になってくるわけですから、この沖縄としてはですね、これまでのその琉球王国からのその中国との歴史、日本との歴史で、戦後のアメリカとの歴史、こういった歴史を踏まえたその沖縄のその場の力というのをもっとやはり大きく出していっていいと思うんですよね。お互いにその時代にこういうの関係があった、こういう関係があった、それを踏まえて新しい関係に行くための沖縄のポジショニングは、これはもうまさに交流の拠点なんだと。いろんな人が外でこう言い合うんではなくて、中に来てこう議論もできる、そういった交流拠点として、ある種の国際的な機関だったりだとか、毎年のようにそういうのが協議がされる場だったりというふうな、こういった場を作っていくことが、
まあ、沖縄の価値を高めるんじゃないかなと、ということが大事だと。多くの人が賛同することで、これをやろうと思ってなかなかやっぱり、うん、もうやりきれてませんよね。そのためにもやっぱり地方の時代をね、うん、本物にしなきゃいけないんですよ。その視点で言うとね、20年前は地方分権あるいは道州制議論、日本の中で来てましたね、うん、もしかして今 そのコロナ禍ね、うん、これコロナへの対応、多分道州制という構図ができてた方が、僕は政策判断の速さとかね、うん、バラつきは起きるかもしれないけども、20年前に議論して、うんうん、もうあれはうまくいかなかったからだいぶ昔の話だからって片付けないで、うん、20年経ったから今こそできるってことはいろいろあってね、持っていてね、うん、まさに香港の金融機能を、一部日本に、はい、特に沖縄に持ってこられないかって話は、2ヶ月ぐらい前にこの番組で、石垣の中山市長がね、はい、おっしゃってたような気がするんですけど、それも終わったよと言わないで、もう一回ね、蒸し返してみる、そういうことですよね。むしろ今の方が環境が整っている可能性がある、うん、でそこはね、うん、今の話の流れでいうと日本がどうなるかですよ、はい、ということです。僕は道州制という言葉を、古い言葉を出してきたけども、うんうん、より分権が進むだろうし、東京が、稲垣さんはまた先取りする人だから30年前に出てきたわけだけども、これから東京に固まっておられる方々がスーッと日本列島に出ていく時代を入るんでしょうと僕は見ているんですけども、下井さんからどう見ている日本をね。いや、今日の話の流れでいくと、私が稲垣さんにお会いした時に言われた、この両生類といういろんな立場をしっかりこう生きていく力というようなところは、うん、今の日本にはとても大事になっていて、東京の力ではなくて、で地方だけの力でもなくて、やっぱり東京では東京で出せる力もあるでしょうし、地方なら地方でもあるでしょうから、制度論だけではなくて、やっぱりこう個々のその力というのをより強めていかないと、何かに寄りかかってこう成し遂げようっていう、まあ、それはもう一つは大事ですけども、結局やはりそこの地域に行ける人一人一人がやっぱりもっとこう力をつけていって、このどんどん世界との交流を進めていくことが一つの答えになるかなというふうには思っています。その手段としてというか、生き方として両生類的な生き方というのはありそうだというのは、これちょっとお話ししていい、うん、この番組の冒頭でソサエティ 5.0 って言い始めたと、4と区別がよくわからんっていう話しましたけど、まあ、国の説明もね、分かったようで閣下総用で、経済団体もいろいろ解説してるけども、これ私流の解説っていうのがあって、ソサエティ 1.0 っていうのは狩猟社会でしょ、人類の全てが旅をしなければ生きていけないで、旅は辛い時代だったんですよ。途中で子供が死んでしまうしね、もう喧嘩も起こるし寒いし大変なで、ソサエティ 2.0 の定住化社会、農耕社会っていうのは嫌な旅をしなくて済む、もう一生旅をしないで生まれた土地で死ねたら最高に幸せっていうのがソサエティ 2.0 なんです。で 3.0 になるとね、そういう、旅がしたくない 90% の農民中心の人たち、まあ、牧畜も含めていいです。ところが 10% くらいね、商業が発達する、商品経済が出てきて都市が発達する、で、商人は出てくるし、それから、役人も出てくるし、中央集権になってね、でそれから芸能人とか宗教家とか、ふるさとを持たない人たちが 10% ぐらいいるのがソサエティ 3.0 なんです、ね、でソサエティ 4.0 になってようやくね、ほとんど全ての人類がふるさとを持ち、ね、そして年に2回か3回1泊2日か3泊4日の旅行で他の土地へ行ってみたいねという、今の概念ね、そう、はい、だから観光というのはソサエティ 4.0 のことを言ってるんでね、 5.0 には今の観光はないんですよ、ソサエティ 5.0 の観光を今論じればいいわけですな、うん、これを今沖縄側が一言で言って今の3泊4日を4泊5日にしましょうっていう話じゃなくて、1ヶ月単位1年単位で自分のふるさとから離れて住む、まあ、これまで転勤族の皆さんだけはそうしていたけど、それがね、全ての人たちがそうせざるを得ない時代が来るだろうと。下地さんのソサエティ5の沖縄観光政策、これはどんなイメージを持っておられるか、まあ、これまでのその延長線上ではない形というのがこれから大きく出てくるということであれば、この
今の旅行の形、観光の形がこうやっぱり変わっていく、変わっていくということは特別なものではなくて、うん、まあ、新しい日常、ニューノーマルとも言われますけども、日常生活の中 の、 その行動の一つというふうに考えればですね、その旅行だから特別というのではなくて、まあ、これも日常なの、うん、会社に行く、学校に行く、それと同じように別の場所に行く、まあ、気に入れば長くいる、でどこでも仕事もできる、そういったその定住地と移動先の境目がなくなってくるような形が、まあ、ある意味の理想だからといって、全部が全部移住してもらうことではなくて、一旦戻ってもらうということもとても大事なので、うんうん、その境目がこうぼやけていく形の方がいいんじゃないかなと。だから税法も変えていかなきゃいけないし、うん、法律的な、いや、それ以前にね、それ以前に東京の大企業、はい、数百人入るビルを数十使っているような超大企業がオフィスを半分に減らすって言ってるじゃないですか、はい、でそれだけ始まっていますよ。それがコストダウンができるわけだから、コロナが終わったからまたビル借りるから、ビル建てるから戻ってらっしゃいにならないですよ、うんうん、じゃあその人たちはどこでどうやって仕事するのかっていう受け皿をね、日本中で考えなきゃいけないし、そのお手本を沖縄が示していきたいです。そうですよね、うん、今下地さんが話されたことを僕なり解釈すると、その日転換居住みたいな話がもう、うん、これはそうなりますよね、はいはい、私なんかそんな感覚で住むところがね、そういう時代の途中のステップが今盛んに言われているワーケーションであり、ワーケーションの場を下見に行くのが今の観光の延長線上です、うん、インバウンドを8000万人呼ぶというよりもよっぽどこっちの方が現実的だろうと思うんですけど、ね、どうぞ下地さんどうです、まあ、ワーケーションという言葉がありますけども、まあ、この言葉のは別としても、新しい生活という中でこう、うんうん、人の生き方が反映されていくわけですから、そこは旅行であったり、まあ、生活の場だったり様々だと思いますけども、まあ、2021年はですね、この新しい変化に対してこの観光の立場と IT の立場で、まあ、少しこう長期滞在型のモデルみたいなものを作っていきたいなと思っていて、一般的な観光のスタイルが、まあ、まだまだ大半ではありますよ、そんなに劇的には変わりませんけども、しっかりこう2021年は新しい旅の形というのを、まあ、うん、ワーケーションというような言葉を一つのキーワードにしながら作ってみたいというふうに思って、具体化しましょうね、はい、これはぜひやらないといけないと、そういう意味では OCVB の、ね、体制や、ね、スタッフの、ね、意識も新しい、そのソサエティ 5.0 の観光に対応するんだというようなことを、それももしかするとこの、連携協定のテーマかもしれませんね。あ、そうですね、戦後100年だというタイミングが来ると思っていましてね、はい、2045年、そう遠くないんですよ、うん、その時にはね、やっぱり沖縄が我々がもう背負ってきた大きな大きな傷、これもね、癒えていてくれるだろうと、願望も込めてね、癒えていてくれるだろうと、新しい時代はそこ、その辺ぐらいまで見据えたところで、うん、お二人からの提言をもらって今日の終わりにしたいと思いますけども、うんうん、どちらからがいいですか。いや、僕は一言だけ、はい、沖縄に住んでる方々だけでなくてね、全国あるいは世界の人が沖縄を見るときにね、これまで の、 リゾートアイランドっていうところからね、うん、一つ先へ進んで人間の社会の未来が見える島と、未来が見える島っていうふうに沖縄を、未来が見える島になるんだ、そうだということです。実証実験とかもういろんな先行したことを沖縄でやってます。でこれは我々 IT の活用の実証実験だけでなくて、社会の構造あるいは先取りの仕方、人のつながりの新たな形態、そういうことまで含めたね、未来志向の島、沖縄に来るとなんとなく自分たちの未来も見えてくるような、そんな島を目指してもらいたいと。始まりつつはありますよね、はい、下地さん。そうですね、まあ、2045年、私は危機管理もいろいろこう学んできたということもありますので、うん、このこれから先の二十数年間も、まあ、さまざまな危機が沖縄、日本、世界 に訪れるというふうに思ってるんですよね、うん、まあ、そういう中でこう未来志向でその攻めの
あの形を作っていくのはとても大事なんですけども、まあ、やはり最終的には沖縄に来てその心が安らぐという本来のまあ人間としてこの島から元気をもらってもう一回外に出ていけるようなあのそういう心の拠り所の島になっていてほしいなと、まあ、そのために沖縄の持っている自然の力、文化の力、人の力、そこにまたテクノロジーの力をこう結集していけば最終的にやはりこう人がの心が安らいで、まあ、この幸せになる沖縄に来ると幸せになるんだっていうふうなその目に見えない形をしっかりこう持っている場所という見える必要はないんです。見えないけども沖縄に来るとこういうパワーがあるんだっていうようなところがそういう力をやっぱりちゃんと持っていてほしいなと。首里城正殿が蘇ってくる時にまでにそういうことが発信できるようになっていたいですね。次の沖縄がこういう方向に行くんだという話をして本当ですね。これはもう単なる一つの文化遺産の復元ではなくて外とのコミュニケーション、内とのコミュニケーションを象徴するものですからね。そういう象徴するものが蘇ってきたんだということを、はい、広くあの豪に焼けたことによって多くの人が首里城に関心を寄せたと。そうそう、これはすごいことでね。これ本当にだから次蘇るときはそういうことだと。沖縄の人がこんなに残念がってるっていうのを見てみんな感動したんですよ。ありがとうございます。あの、はい、石森さんからは次の時代安らぐということの島にしようじゃない、稲垣さんから未来が見えるということ、コリクル語見える。それからもう一つは平和な社会世界を作っていくための発信もしていかなきゃいけないでしょ。首里城ができてくる時まで、それから戦後100年というか日本社会が迎える時でもあるので、うんうん、沖縄にとってはまた大きな意味を持ちますので、また議論を、はい、あの重ねていきたいと思います。いや楽しかった。時間はだいぶ過ぎてしまいましたが二人もありがとうございました。どうもありがとうございました。稲垣さんのお話は沖縄は未来が見える島、先駆者として新しい社会の形を作っていこうというお話で、下地さんは沖縄のもともと持っている自然や文化や人の力で沖縄にいるとほっとするとか安らぐとか幸せになるといったことが大切と、まあ、原点に立ち返るようなお話でしたね。あのお二人のお話かけ離れているようにも思えましたけれども、これ両方ともとても大切なお話だなというふうに思いました。こう今まではあの例えば大都市はこう発展を続けるまあ、続けてこう経済的に豊かになったとしても、殺伐としたところがあって、またあの地方は豊かな自然や文化や人の温かさがあるけれどもなかなか発展しないとか不便があるといったところで、でもこれから求められているのはテクノロジーの力も目いっぱい駆使しつつ、かつ、土地がもともと持っている力も生かしていくと、沖縄はその両方が両立できるよということを示していけるんじゃないかなというふうに思います。島田さんはお話を終えて、お二人のお話に大いに刺激を受けて琉球新報沖縄タイムス両紙論壇に投稿しましたというお話だったんですけれども、1月7日の琉球新報と1月14日の沖縄タイムス両論壇に、投稿されています。島田さんの論壇、元気を出して前に進もうという言葉で締めくくられていました。今週のコーラルラウンジは沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地芳郎さん、沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣純一さんのお二人と、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんの提談をお届けいたしました。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は内南話家シーサーこと藤木隼人さんの琉球落語独演会無観客配信ライブのご案内です。明日2月1日月曜日夕方6時半からの開催です。今回はあのピラツカ音楽祭2021の一環として行われます。ピラツカ音楽祭2021、5公演のうち4公演は開催延期となっておりますけれども、琉球落語独演会のみ無観客配信ライブとしての開催となっています。沖縄の歴史や人物などを題材にした一人語り、琉球落語の独演会です。内南話家として活躍するシーサーこと藤木隼人さんが語る泣いて笑ってそして沖縄のことにちょっぴり詳しくなる
舞台をお届けいたします。藤木さんとはかつてラジオ沖縄で番組をご一緒させていただいたこともありますし、それから NHK の朝ドラ純と愛ではなんと夫婦役を演じさせていただいたこともありましたね。懐かしいです。藤木さんから久しぶりにご連絡をいただいたんですけれども、なんと還暦なんですよね。いつまでもお若く見える藤木さんなんですが、還暦ということでおめでとうございます。赤いちゃんちゃんこなんか来ちゃうんでしょうかね。さて明日の独演会、ピラツカ暦と検索して、配信チケットお求めいただけます。 QR コードでね、簡単にお求めいただけます。こちらのチケット1000円で、2月の8日月曜日まで1週間のアーカイブ配信もあるということです。うちの話かシーサーこと藤木隼人さんの琉球落語独演会無観客配信ライブ、明日の、夕方6時半からの開催です。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。また沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますので、ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。